エドワールド・コリールは、オランダの黄金時代の画家である。バニタスやトロンプルイユに分類される、生物画を多く描いた。名は、エバート、エドワード、エドワールド、エディルト、エドワートとされることがあり、生も、コリア、カリアーともされる。日本語音訳もエベルト・コリエなどともされる。現在のオランダの北ブラバント州、ブレダに生まれた。ハールレムで絵を学び、ハールレムの画家。 フィンセント・ファンデル・フィンネの作品から影響を受けた。1664年にハールレムのセールカ組合に登録された。1667年までにライデンに移り、1673年にライデンのセールカ組合に登録された。1686年までにはアムステルダムで働くようになり、1693年にロンドンへ移った。 1702年から1706年の間ライデンに戻った後、再びロンドンで活動し、1708年にロンドンで没死した。人生の虚しさの偶意を表す、生物がバニタスや見る者に現実と錯覚させることを意図した、生物がトロンプルイユーを描いた。作品は、デンバー美術館、ホノルル美術館、インディアナポリス美術館などに収蔵されている。 ありがとうございます。